はいどうもみさん、こんにちはえずこです。それでは今回なんですけども、スミシン SBI ネット銀行のデビットカードがアップルペイに対応ということで、今回はスミシン SBI ネット銀行ですね。この動画ではそのタイトルの通り、スミシン SBI ネット銀行のデビットカードがついに Apple Pay に対応したということについてお伝えします。普段からですね、スミシン SBI ネット銀行や iPhone アプローチなどを使いの方は必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ま、今回のね、お題でもあるこちらスミシン SBI ネット銀行のデビットカード。ま、こちらデビットカードとプラチナデビットカードということで、最近ね、デザインも変わって結構かっこよくなったんですけども、ま、それについての動画は過去にね、こちらの動画で紹介はしたてんですが、この動画の中で共通するコメントがいくつかあったので、一部ちょっとね、ピックアップをすると、例えばですね、アップルペイの対応を期待しています。スミシンはスマホ ATM の目的別構造便利なので、あとはアップルペイだけなのですと、ナオミンゲスさんからのコメント。他にもエビスさん、 アップルペイ対応したら完璧。22もいいねがついてますね。県民リニューアルとかいい p アップルペイ対応してほしいと、林さんバリバリの吸収弁。そして、会員団児さん。私はデビットカードを約1年使っていますが、なかなか使いやすく、懸命もかっこよくて気に入っています。モバイル保険が特にすごいですよね、と。おそらくこれはプラチナデビットのことかなと思うんですけども、このお知らせの画像にアップルペイのような携帯で払っているようなものがあるので、アップルペイ対応してくれると本当にありがたいです。そこだけなんですよ。あとはということでね。紹介したね、4名の方のコメント。 皆さん共通してやっぱりアップルペイということをね、すごく希望されてたということなんですが、本日ですね、4月の19日、なんとスミシン SBI ネット金庫のデビットカード、マスターカードがアップルペイに対応開始ということでございます。まあ、ついに来たかという感じですよね。 で、スミシン SBA ネット銀行のお知らせを見る前に、ちょっとマスターカードのですね、プレスリリースをちょっと見たいと思うんですけども、これちょっとね、僕自身が知らなかったんですが、日本初、スミシン SBA ネット銀行が、マスターカードのデジタルファーストプラグラムに対応したマスターカードデビット提供を開始ということで、そう、日本初らしいんですよね。確かにマスターカードのデビットカードのアップルペットって、確かに言われてみると聞いたことがないなと思って、その最初は今回のこのスミシン SBA ネット銀行ということでございます。 スミシン SBI ネット銀行株式会社とマスターカードはデビットカードでは初となるマスターカードのデジタルファーストプログラムに対応したデビットであるネオバンクスマホデビットマスターカード以下スマホデビットの提供を4月の18日より開始いたしましたとマスターカードのデジタルファーストプログラムはアプリやウェブサイト等のデジタル環境からお申し込みいただき即時審査の上発行されるデジタルカードでありスマートフォンやスマートウォッチなどのデジタルデバイスを使用した支払いに利用可能かつ利用者。 のアラートや一時利用停止等の制御機能とデジタル環境を活用した付加価値機能が提供されるプログラムですということですのでかなりね便利に使えるということでございますではこちらのねスミシン SBI ネット銀行のねプレスリリースもちょっと見ていきたいと思うんですけども今回ねこの Apple Pay に対応したことによって デビット付きキャッシュカード、リアルカードを店員に渡したりですとか、暗証番号を入力するために決済端末に触れたりですとか、そして紙幣や効果をやり取りしたりすることなく iPhone や Apple Watch を使ってコンビニエンスストア、スーパードラッグストア、ファーストフード、レストランなどで非接触で安心、安全なキャッシュレス決済ができるようになりますと。また Apple Pay に登録した Suica、モバイル Suica とかですね、モバイル p a s m などのチャージや、多くの Apple Pay に対応したアプリ、Web でのオンライン決済にもご利用いただけるようになりますということですので、 まあこれまでそのスミシン SBA ネット銀行のデビットカードをかなりねメインカードという感じで使われてた方からすれば使える幅はめちゃくちゃ広くなるような感じはありますよねで今回対象となるカードとして先ほどお伝えしたこのプラチナデビットカードのマスターカードと通常のデビットカードどちらともが対応しているということでございますご利用いただける店舗ということでマスターカードコンタクトレスの対応のマークこれですねマスターカードとリップルマークのマークそして日本全国の ID のログのある店舗でご利用可能ということです。 ので、マスターカードコンタクトレス決済をするときはこんな感じで決済するとそして ID 決済をするときに ID でお願いしますって言って決済するまあ、そういった感じで使うことができるとでもし Apple Pay を利用される場合なんですけども店頭での支払いの場合は iPhone7 以降と Apple Watch のシリーズ2以降が対応しておりコンビニエンスストアやスーパードラッグスタなどの国内外のマスターカードコンタクトレスの対応のマークのある加盟店および ID 加盟店の店舗でご利用いただけますということですのでなので実店舗で決済する場合は端末は i p h o n e 以降かシリーズ2以降のアプローチが必要ですのでここはちょっとね気をつけてくださいでまあ設定自体はですね結構シンプルっぽくてデビットの管理画面を開いてそこの Apple Pay をタップしてお使いの端末にデビット設定しますということですのでまあ、アプリ入れられている方はこの Apple Pay のところがあるのでそこからね入っていただければ設定をすることができるみたいですこのページのね下の方にもこういった Apple Pay オンラインで使う方法とかも出てますんでもし Apple Pay を使ってオンライン決済される方はですねここも参照してくださいでですねまあ、ちょっとね今回僕気になったのは こは、このデビットマスターカードっていうのがね、あまり存在自体詳しくなくてですね、実際のマスターカードの公式ページには3種類ほど紹介がされておりました。まあ、例えば今紹介したスミシン s b i ネット銀行の通常のデビットカードと、プラチナデビットカード。これ、あれですね、表記がこれ年会費1万1000円って通常のデビットカードで表記間違ってるような気がしますね、これ。これが1種類目。で、2種類目は、トマト銀行のトマトマスターカードデビットということで、これもね、ちょっと存在全然知らなかったんですけども、まあこちらもね、マスターカードのデビットカードと。まあこれがね、この公式ページ 当たるものこちらにについては特にその Pay とかそういったものッップルとかそそういいいいったたもははなけどリマークついてるるんでででタッチ決済はできるみたいですねそして3種類目は楽天銀行のマスターカードデビットカード正直僕お恥ずかしながらですねこのまあ楽天銀行のデビットカードでマスターブランドがあることは正直初めて知りましたまあ公式ページ自体はねこちらに出てる通りなんですけどもこちらについてもマスターカードのコンタクトレス決済まあタッチ決済はできるんですがまあこのページを見た感じはまだこれはアップルペイには対応してない ないんですかね。まあ、なので、まあ現時点では Apple Pay に対応しているのはスミシン sbi ネット銀行のみという感じかな。と。まあ、今後ね。先ほどお伝えしたトマト銀行と楽天デビットカードがまあ対応するかどうかというのはちょっとわかんないんですけども。現時点ではスミシン sbi ネット銀行が Apple pay で使えるということですね。まあ、そんなこんなで今回はスミシン sbi ネット銀行の。 デビットカードが Apple Pay に対応したということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ、先ほどね、コメントいただいてた通り、かなりね、今回の Apple Pay を希望してた方っていうのは多かったなっていう風に印象もありますし、過去動画の再生数的にも1万8000再生ぐらいだったので、普段からね、スミシン s b i ネット銀行を使ってる方も結構多いんじゃないかなっていう風な印象も正直ありました。ぜ、ま、ひ、あ、ですね、今回 Apple Pay に対応したことによっての感想のコメントですとか、何か思ったことがあればですね、そちらも僕自身もちょっと気になるところではありますので、遠慮なく うまくコメント書いていただければと思いますで、今回ね動画内で参照させていただいた公式のリンク概要欄にリンク貼っておきますんでまた詳細気になる方がいらっしゃればそちらもチェックしていただければなと思いますということで本日は動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました今日短かったですね